い、ワンピースが大好きな神木です。今回はですね、ついにこれに迫っていきたいと思います。ワンピースの正体ですね。はい、こちらですね、今回はヘボさん、まあブログをされてる方とのちょっとコラボになってしまうんですけども、ヘボさんがですね言ってる説と私が思ってる説っていうのはもうほぼ同じなんですよね。今ですね、毎週のようにヤフーさんにワンピースに関する記事っていうのを載せさせてもらってるんですけど、そこでも前僕が言ったやつともまあリンクしてるんですけど、ヘボさんもですね、私のチャンネルをたくさん見てくださってるっていうこともあって、なんていうんですかね、考察みたいなのが似てるんですよね。もうすごく突拍子もないところから引っ張ってくるとかじゃなくて、原作とか小田先生が発した言葉から落としどころを見つけるみたいな感じで書いてらっしゃるので、すごく私の意見とも似てるんですけども、あんまりこれはですね触れない方がいいのかなって僕は思ってるタイプの人間なんですけども、大前提として当たらないだろうということで喋っていきたいと思います。もうワンピースの正体ですね、これちょっと話していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあいきます。ワンピースの正体ですね、まあそれはつまりですね、普通に金銀財宝説なんですね。ワンピースっていうのは金銀財宝の山なんじゃないかというところであります。そしてルフィが言ってる夢の果てっていうのは、それを使って一番大きい宴をすることということで、ちょっと紹介していきたいと思います。まずなぜですね、このワンピースは金銀財宝で夢の果ては大宴会なのか、テボさん曰くですね、この根拠6つですねあります。1、ルフィとロジャーが言いそう。2、7歳のルフィにも宝払いという概念がある。3、ガイモンとルフィのやりとり。4、ミスターサンデーでの初公開された幻の没ネーム。5、アニワンのシルエット。6、小田先生の発言ですね。ということで、まずちょっとこちらを読んでいきたいと思います。一つ目にあった、まあルフィもロジャーも言いそうっていうのはすごくありえそうですよね。言うと言ったらこんな感じでしょうか。しそうか、よし、俺はなラフテルに行ってワンピースを見つけて海賊王になる。そんでその宝で世界一でっけえ宴をやるんだと。まあ言いそうですよね。ワンピースってですね、今でこそすごく考察をされたりですね、複雑な物語みたいに言われるんですけども、やっぱりですね、王道少年漫画の筆頭なんですよね。でやっぱり子供が喜ぶもの、子供が分かるものしか僕は最終着地点は書かないと思っております。なので私もこのロジャーが言いそうだし、ルフィが言いそうっていう点でも金銀財宝なんじゃないかなということをですね、前ヤフーのインタビューでも言いましたね。でまた宝払いの概念があるというところなんですけども、このシーンの直前にルフィはゴア王国の中心街で食い逃げをして、宝払いルフィという書き置きをしております。さらに1話でも牧野さんのお店で宝払いのやり取りがわざわざ書かれてます。なのでまあこの宝というですねキーワードをしっかり忍ばせてるっていうところもまあヒントになってるんじゃないかという感じですかね。さらにですね、読売新聞の小田先生のインタビューに過去こういうことがありまして、つながるんじゃないでしょうかということで、人が死ぬ場面を書きたくないのは戦いの後に宴を書きたいからです。誰かが死ぬと楽しい宴はできないじゃないですか。宴は僕の理想の友情の形です。最後も大宴会で終わりたいと。まあもう先生自体がこうおっしゃってるんですよね。最後も大宴会で終わりたいということを言ってるんですね。これ前もなんか動画で紹介した気がするんですけども、作者の小田先生がそうおっしゃってるぐらいなんで、ある意味正解っていうか答えが出たんじゃないかというところでもありますよね。さらにはガイモンとのやり取りです。ワンピースはお前が見つけて世界を勝ちまえとですね、ルフィとガイモンがあって別れる時に言ってるんですよね。で、ああそうするじゃあなっていうことをルフィは言ったんですけど、ヘボさん曰くですね、海賊王の定義をこの海で一番自由なやつとしているルフィが本当に世界を買おう支配しようとしているとは思えませんよね。そうですね、想像はできないですよね。お前ら俺の支配下になれとか絶対ないじゃないですか。しかしルフィはワンピースを世界が変えるほどの財宝だとは思っているようです。この考えは小田先生の考えとイコールなはず。ここで第1話冒頭のナレーションとロジャーのセリフを振り返っていきましょう。富名声力、かつてこの世の全てを手に入れた男、海賊王ゴールドロジャー。彼の死に際に放った一言は全世界の人々を海へ駆り立てた。俺の財宝か、欲しけりゃくれてやるぜ、探してみろ、この世の全てをそこに置いてきた。要は大海賊時代を迎える。ロジャーが手に入れたものを要約するとこうではないでしょうか。富はワンピースですね。名声は海賊王という称号。力はグランドラインを制覇して得た強さと。またワンピースの正体はこれまでの冒険で得た仲間との絆イコール一つなぎの大秘宝みたいな考察が昔からありますが、小田先生はこれをしっかり否定されています。そうですね、桜桃子先生との対談で否定されておりましたね。そこで自分の心の成長でしたみたいなことなんですかということを桜桃子先生が聞いたら、小田先生はそんなことはねしませんよと、ちゃんとねご褒美がねありますということでおっしゃってて、これはほんまでっか TV でもさんまさんとのやり取りでも同じようなくだりがありましたね。そういうですねボワッとしたものではない、そういう教育的なものではないみたいなことを言ったんですよね。なのでその明らかにものであるということはですね今示されているような形ですので、本当に富がですねワンピースである根拠っていうのが今高まっております。
で、ヘボさん曰く極めつけは2021年9月5日にミスターサンデーで初公開されたボツネームです。あ、これ私もですね動画を出しておりますね。それをですねコマ送りで見ていくと、幻の一コマっていうのがあるんですよ。俺の財宝が欲しけりゃくれてやるぜっていう、あの最初の一コマが実はですねボツネームがあったんですよね。全く顔とかは一緒なんですけど、セリフが違ったんですよ。あそこがですねボツネームでは、俺の財宝が欲しけりゃくれてやるぜ、探してみろ、世界を変える額みたいな感じに見えるんですよ。ちょっとね隠れたりもしてるんですけど、どうやら世界を変える額っていうフレーズがちゃんと入ってるというのが見て取れます。で、原作ではロジャーじゃなくて、まあ、さっき言ったガイモンにですね言わせたという形なんでしょうか。とにかくですね、その世界が変える額とか、まあ、お金に関することを重要なキーワードとして小田先生も思ってるっていうのが察することができるわけですね。で、またですね根拠の一つであったアニワンのですねワンシーンなんですけども、アニメのワンピースでロジャーがですねラフテルを見つけて笑ったシーンではですね、原作よりもちょっと描かれたんですよね。というのもなんかぼやーっともやがかかってるような感じなんですけども、何かが山積みになってるシルエットみたいなものがですね書かれてるんですよね。そして先ほども言ったようにワンピースっていうのは少年漫画で、小田先生も15歳の頃の自分が楽しめるかどうかっていうのは毎週確認しますということで、スイッチっていう雑誌でですねミスチルの桜井さんと対談されておりましたね。なのでワンピースっていうのはすごくですねいろんな考察があるけど、結局普通の金銀財宝なんじゃないかというところで落ち着かれております。これ私もですねもう昔のインタビューでそのことをまんま言ってますので同意見なんですけど、ただですねこの説はですねちょっと疑問が残ると言いますか、反論できる点がいくつかあるんですよね。まだ解決できないところっていうのがいくつかあります。で、ヘボさんも3つの謎としてそこを紹介してるんですけども、1、世界政府がひた隠しにしている謎、2、ロジャーたちが涙が出るほど笑った理由、3、ロジャーが持ち帰れなかった謎。この3つがですね金銀財宝があるのであれば取っちゃえばいいし、笑う必要もないし、世界政府も別にひた隠しにしないでいいんじゃないかということで、この辺が全然ですねまださっきの説を回収するものにはならないということで挙げてらっしゃるんですね。で、原作にもラフテルでその宝を見たロジャーのところではですね、本当にあった莫大な宝と、まあ、はっきり書かれてるわけなんですよね。で、またですねジョイボーイが残したとんでもねえ宝とも言われてますし、それを見てその島をですねラフテル笑い話ということで命名したっていうところで、これがどうも繋がらないと。莫大な宝プラス笑える宝の2つあるようにも取れますし、莫大な宝プラス笑えるトリガーにも取れますよねと。いずれにせよロジャーが持ち帰れなかった謎は複雑な何かが隠されているはずです。ヘボさんが言ってるのはですね、例えばですよ、ジョイボーイが覚醒したですねバリバリの身の能力者で、時期が訪れると解除されるバリアが張ってあるとかなんて容易ですかねっていうことで書いてあるんですけど、そうなんですよね。ここがですね今考察のポイントになってると思うんですよ。もうあらかたですねもう物語も終盤になってて、ワノ国編もだいぶ佳境に入っていってですね、ワンピースは何かっていうのはある意味もう考察ではなくなってるっていうかですね、もう今ある情報を拾っていくと一歩先二歩先にもうあるようなことになってきてしまってますので、私は普通に金銀財宝だと思ってますけど、要はそこよりもですね、それをなんでロジャーは持って帰れなかったとか、なんでそれを見て笑ったのかっていう、そこの考察が今面白いなっていうところになってるんじゃないかなと思いますね。まあロジャーの時代では持って帰れなかった何かがあるんですよね。二十数年後じゃないと手に入れることができなかったとかですね、そういう時間的な制約がですね絶対にあるはずですので、そこがどう今から描かれるかっていうところが楽しみなところではありますね。まあ、他にもですね原作内で時間的な制約で考えられるとするならば、ルフィたちがですね魚人島に行くときに表層海流と深層海流をぐるぐるってこうですねうねってる海流なんですけども、それはですねもう一周するというか海面に顔を出すまで2000年かかると言われてるとかですねいう話があったので、もしかしたらもうワンピースという宝がすごく回遊してて、ロジャーの言う20数年後にやっと海面にボコッと出てくるようなことがロジャーはそこで気づいて笑ったとかですね、他にもですねこう見えてて取れなかったというのであれば、発泡水軍のドン・チンジャオみたいに気流切り釘でしか割れなかったあの宝玉氷床っていうすごい氷の層があったじゃないですか。ああいったものとかですね似たようなものがあって、どうももう人の力では全然割れそうにないと見えてるんだけども、その間に障壁があって全然取れそうになくて笑ったとかですね、せっかく行ったもののあれがないとダメじゃないかと、でそのあれっていうのはまだできてないじゃないかみたいな感じでロジャーは笑ったのかもしれませんね。はい、この辺ですね皆さんも思い思いの考察あると思うんですけども、ぜひ書いていってください。また最後にですねヘボさんがですね余談で書いてらっしゃるのが面白いんですよ。これは私知らなかったんですけど、宝の名前をワンピースにしたのは1985年の映画グーニーズの主人公マイキーが伝説の大海賊片目のウィリーの残した財宝を見つけたシーンのセリフから取っていると推測していますということで、そこで言われたのはですね I got here in one piece so far、 やっとここへたどり着いたよということが映画の中であったらしいんですよね。面白いですね。で、これ SBS に出されたらしいんですけど、まだ採用されてませんと。1985年といえば小田先生は10歳なのでまさに少年の
頃に見たことになります。ということで、まあ時期もマッチしてますよね。もしかしたらグーニーズにも他にもたくさんヒントが隠されてるのかもしれませんね、ということが書かれておりますね。ということで今回はですね、まあ、ヘボさんというですね、ワンピースの考察ブログからですね、ちょっと話を持ってきて、ぜひ紹介してくださいということでお話いただきましたので、紹介してみました。皆さんこれについていかが思われるでしょうか。最初に言ったようにですね、全然突拍子もないところっていうか、なんかギリシャ神話から話を持ってくるとかですね、そういうのではないので、あくまで現実的な考察っていうか推測だなっていうところではありますね。ということで今回は終わりたいと思います。皆さんもですね、ぜひこの考察紹介してほしいというのがありましたら、今絶賛ですね、みんなの考察紹介中ですので、どん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 私のツイッターの DM にですね、お寄せください。それではまた明日もお会いしましょう。じゃあね。